サウジアラビアのハーイル地方の祝いは2015年の第39回世界遺産委員会で登録されたサウジアラビアの世界遺産である。サウジアラビアのハーイル州の2遺跡に残る祝い軍は中東で最大規模と評価されているだけでなくアラビア半島が砂漠化していった1万年に及ぶ生活様式の変遷を伝えているという点でも価値を有する。 この物件は1万年以上に及ぶ、この地の変化、特に中期関心を以降に進展した砂漠化を伴う環境変化の様子を伝えており、時期によって描かれる動物などにも違いが見られる。また、後の時期にはイスラームの需要なども見て取ることができる。十ュパ様式と呼ばれる様式にも特色があり、優れた芸術性を評価されている。以下の2つの構成資産で成り立っている。 ジャバルーンムシンマンは、都市ハイルの北西9 0トル、10波に隣接する高校遺跡で、残る山形を砂漠に囲まれている。世界遺産としての登録面積は1783.9ヘクタールで、干渉地域は1951ヘクタールである。この地の祝いは、19世紀以降のヨーロッパ人らの、 記録にも参見されるが、本格的な研究は20世紀の第4四半期以降のことであった。ジャバル・アルマント・ジャバル・ラートは、シューエイミス近郊にあり、都市ハイルの南方、約 250km に位置している。世界遺産としての登録面積は259.9ヘクタールで、干渉地域は1658.5ヘクタールである。州エイミス近郊の2石は長い間砂に、 埋漏れていた和字にある。その再発見は2001年のことであった。この遺跡には1万年に及ぶ祝いが残されており、関連する石器群も出土している。この物件が世界遺産の暫定リストに記載されたのは2012年9月17日のことであり、正式推薦は2014年1月24日に行われた。文化遺産の諮問機関である国際記念物遺跡会議は、 類似の祝いは他にもあるが、時代、期間、量、質の点で、ハーイル地方の祝いは顕著な普遍的価値を持つと認めた。しかし、眺望を損ねる給水関連施設群について、視覚的影響を低減する施策を講じるべきことや、それに関連して、干渉地域の設定を再考すべきことなどを求め、情報紹介を勧告した。 これを受けた第39回世界遺産委員会では、顕著な普遍的価値が認められていることや、干渉地域の設定が必須ではないことなどを踏まえて、レバノンが強く登録をし、他の委員国にも同調する国が多く出た。また、サウジアラビア当局がすでに移行を持つの勧告を踏まえて、干渉地域の変更を行った旨の報告をしたことなどから、最終的には逆転での登録が認められた。 ただし、岩絵の中には、落書きによって上書きされるなどの例が見られる、ことなどから、保護管理面の勧告内容は、決議文でもそのまま維持された。世界遺産としての正式登録名は、ロックアート・イン・ザ・ヘイル・レギオン・オブ・サウディアラビア、アート・ルーペストラ・デラ・リジャン・デ・ヘイル・イエヌ・アラビサ・オージテ、である。その日本語訳は資料によって、以下のような揺れがある。この世界遺産は、 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。